かねえんじゃ嫌なやつが飛びつくブース、ただしそれなりに高くリスクつく、だからうまくタブーの裏隠しへ使うんだ、こんな言葉の隠しへ、つまりうーん他に深いとこ隠し、他は立ち知らせ、天敵に予測したの作詞家でも隠しが明日には歴史になるし、そう敬意も裏が悪いに飛んでいくぞ、おうさあめぐみんしよりのクイーンさ、あんた方マジでもいいや、こうあるべきと掲げるマニフェスト AKA プロモーション、そのラマあるんでしょ、キキチガイなんだから見逃してね、あくまでも芸術家が挑んだ視点で、浅めなんだしおっと一本線が多いだけで綴るテーマ同じじゃないですか、あのニュースペーパー先生にも勧められたコラムがプロパガンダ、今さら嘘がなんだって、あくまでも味方でしょ、この見方で合ってるよね、テーマはあくまで言語ゲーム、キキチガイそりゃキキチガイ、よキキチガイそりゃキキチガイ、ワイキキチガイそりゃキキチガイ、よいびきチガイがそりゃキキチガイ、キキチガイそりゃキキチガイ、よキキチガイそりゃキキチガイ、ワイキキチガイそりゃキキチガイ、マジでキキチガイ、いやキキチガイ、カモンカモンと言われて再登場、今度は右から愛情を持つのは構わんないが、なんで剣を外に向けるかわからないんだ、自国に対してのリスペクト気づけっつーの、これが当然でしょ、貢献でもなんでも構わないから、そこだけは言ってくれよ、頼むよ内閣官、アメリカの祖国アジアの祖国、知らねえよ官民のシャイから僕、障子に一物で開けた穴が日の丸振られる国技館、まるでこだわりのない音楽、こんな風に言葉にしても陳腐で、必死すぎるよライカ年度末の陳腐で、クズがないで優秀な人材は国家へ進行中、下がる国のビット数、キキチガイそりゃキキチガイ、よキキチガイそりゃキキチガイ、ワイキキチガイそりゃキキチガイ、